ハライチの岩井ゆきです。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国15局ネットでハライチのターンをお送りしております。さあ、お待たせいたしました。えー、岩井の正月旅行期、えでございます。それ待ってた人もね、いるっていう。旅行期旅行期です。旅行期ですね。はい。まあね、まあ、1日だから実家泊まったって話をしましたけどもね。うん。で、 二日目なんだけど、あのー、事務所の社長ね、渡辺エンターテイメントの社長、はい、えに、ちょっと軽井沢の別荘来ないなんていうふうに、<laughs> その、 去年の段階で言われてたんだけど。うん。だから、じゃあまあ、二日から行きますと。はい。うん。行けるんでって言ってて。うん、で、まあ、誰か連れてきてもいいよ、みたいなことを言われてたから、あの、池崎を俺は連れてったの。なんか、行ったって言ってたよ、ね。の、うん。で、二日ね。うん、まあ、だから地元、埼玉だから、うん、そっから、だから大宮から、その軽井沢への新幹線乗れるからさ。うん、ら大宮から新幹線乗って、うん、で、軽井沢着いて。で、軽井沢着いてから池崎に

その駅までね、この会長がね、あの、社長と会長が夫婦だから。うん。うん。その旦那さんの会長の方が、え、車で迎えに来てくれててね。かわいい。そう。そうがられてますね。そう。うん。乗りなさいなって言われてね。うん。で、別荘着いたんだけど。俺はもう別荘一回行ったことあるから。うん。何年か前に。うん。で、さ、あの、結構、もうすごい広いところなんだよ庭もちゃんとあってさ、バーベキューとかもでいいんだけど。すごいね。うん。で、着いたらさ、 この、会長が送っててくれたじゃん。で、着いたらその別荘、社長しかいなくてさ。えだって、俺なんか、他のタレントとかもいんのかと思ってさ。何人かこうね。秘書の人とかなんか。でも、社長と会長しかいなくて。え、何その。元々は、社長会長と俺だけで過ごそうとしてたのそれ全然、そうだったんじゃい？そうか、社長からしたら結局だから、4人でね。四人でね。家族。 そうだね。うん。本当は家族、家族みたいな。息子たちね、久しぶりに。まあまあまあ。あって。なんかまあ、ね、所属芸人とかを家族だと思ってくれてるとしたらいいけどね、別にね。そのファミリー感は本当に強いよね。あるよね、うちはね。近いからね、社長との距離ね。近いね。で、行ってすぐさ、何部屋かあるから、別荘が。だから寝る部屋を決めてって言われて。 ああ、なるほど。そう。俺はだから前行った時も、もう和室にしたの。一個だけ和室なんだけど。和室なんだ。うん。いいね。で、もう庭も見えるところだから、じゃあ俺和室にしますって言ったら、池崎も、俺も和室がいいとか言って。うるせえな。なんだよ。俺も和室がいいよって言って。部屋いっぱいあんのに、二人で和室になんでだよ寝ることになっちゃって。いい俺も和室がいいんだとか言って。我慢しろよ、どっちか。いやいや、もうなんか、池崎入ってきちゃったからさ。あ で、さあ、まあ、その日も、えー、次の日とかも、もう本当に食って、さあ、飲んで、もう寝てるだけみたいな感じだっただ全部用意してくれてんだね、うん。そう。で、でっかい風呂もあってさ、うん、で、サウナとかもあんだよ。<ー>池崎もサウナ好きだから、もう何回も入ろうとか言って、いいねうん、一人で入るようって言ってんのに、もうん、行こうとか言って。散々サウナ入って。うん ぐっちゃねぐにしてね。いいね。うん。そんな感じでしたね。でもその軽井,沢は軽井沢ね。うん、で、その3日に帰ってきて。あ一泊して、うん。一泊二日あったんだけど。うん、で、4日からなんですよ。その完全プライベート旅行みたいなの。はあ。うん。はあ、で、4日から宮崎に俺は行ったのね。はん、あはあ ああうん。言ってたね。行くってね。2> で、2泊3日、で、6日までだね。一 1>,、うん、1月6日まで。うん、で、だからまあ、お馴染みの、えー、友達の外虫駆除の会社の社長と、長とえー、あと、後輩の、うん、あの、インド人のチャパティ。<laughs> ああ、<laughs> 一緒に。そう。この3人でね。うん で、まあ、4日の朝、羽田で待ち合わせて、宮崎に行ったんですけど、うん、もう俺は宮崎は3、4回ぐらい行ってるそうだよね。<ー>何回かね。そう、行ってますね。うん、で、もう、そんなね、浮かれてもないから、もう、<laughs> 宮崎ついて、すぐレンタカーとか借りてる、うんうん。で、もう宮崎市内っていうところが一番栄えてるんだけど、そこ行って、もう、とりあえずもうチキン南蛮食おうと。 まあ、やっぱ、まあ、そうね、うん。老舗のさ、うん、発祥と言われてる、え小倉ってとこがあるんだよはあ<え>ああ、そこ行って、ね、そこ行ったことあるの前も。ああ、そこ行ったことなるっあ、初めて。うん。そんない,い,、ね、いんだよ。全然違うんだよ、こっちのなんかチキン生まと。えー、まずチキンが違うのと、なんかそのタルタルの味付けがやっぱちょっと違うんだよ。なんか、ちょっと違うんだっけ、その、うん。なんか、こっちのいわゆるチキン生って作り方とか意味合いがタルタルって、ちょっとさ、うん。 あの、こっちのやつって、もうマヨネーズに頼ってるみたいなとこあるの。うん。卵と。じゃなくて、なんかケチャップとかも入ってるんだよ。ちょっと酸っぱいの。その感想の底は。はあそう。で、こっちは、なんかこの、チキン、ナンバーのチキン自体が、なんかさ、あの、カリッとしたとこになんかさ、あはいはいはい。あの、タルタルがかってるでしょうじゃなくて、なんか、タレに漬け込んだんだよ。 ああ南蛮漬けにしてんの。あそうそう。チキン南蛮は南蛮漬けなんだよ。あン<あ>南蛮漬けしてないじゃん、こっちの。だから、そうか、そのちょっと酸味とかがある南蛮漬けね。うん、そうそうそう。うん<あ>。うん。だから、向こうはなんか、こっちの <laughs> チキン南蛮は認めてないらしいよな。あ,あなんかそうらしいね、うん。そう。そんな感じで。<laughs> で、食,食べてうまかったな。いいね。うん。で、その後。 この社長の地元に行こうって言って、うん、前も行ったんだけど、うん、新富町っていうところだね。うんうん、ちょっとし、えっ、ー、と、宮崎市から、えー、隣かな、うん、離れたところで、車で向かって、うん、この新富町のこのね、まあ、住宅街、 なんだけど結構その中の小さなこの静かな商店街があるわけでそこで降りてさちょっとデザートでも食べようかなんつって社長が言って俺結構もうここはんか思い出のとこですよ感じで何かこうそしたらもうひなびたあの本当町のケーキ屋さんみたいなお菓子屋さんみたいなのがあってここで高校の頃ちょっとクレープ食べてたんだよつって彼女とか連れてきてって言って。 <laughs> で、思い出入ってからって入って、うん、うわーっつって、あったあったつって、うん、もう本当にね、クレープって言っても、なんかあのー、三角のクレープじゃなくて、うん、この、ちょっとなんか四角のさ、<ー>ちゃんとなんか、もう、くるみ切ってる。いいやつうん、いいやつっていうかなんか、くるみ切ってるやつ、あの、生地で。<laughs> くるみ切ってる、ね、<laughs> あの、四角全部こうね。 死亡を全部囲んでる。が、包んでる。ラップにくるまってるやつ。みたいな。うまいよね。でも、なんかそのタイプのやつうまいし。素朴なね。素朴なやつね。で、そのクレープを3人分買って、で、これ後で食おうみたいな感じで、外出たんだよ。そしたら、出たあたりで、前になんかおばさんが一人歩いてたの。で、そしたらそのおばさんに、社長が、あ、おかんって言って。 <laughs> ああお,お母さん。そしたら、その、おばさんが振り返って、ああ,あみたいな。え普通に社長のお母さん歩いて偶然偶然偶然。もう近所だから普通にお母さん歩いてて。すごいな。 普通にふわーって歩いてて、おかーっって。うん。ちょっと地元すぎるだろって。確かにね。よくそんなとこ連れてくんだ。そう。連れてくんだ。わーって。ああ、なんか初めましてなんつってさ。お世話になってます。お世話になってますなんって。ああ、こんにちはなんて、なんか言われてね。で、あ、そうだと思って、なんか社長のお父さんがなんか去年亡くなってんだよね。だからなんか、 もしお母さんに会ったらと思って、うん、なんか、高電灯線香俺は持ってってたのだ、ね。ああ、そう,そ,う<ー>それをなんか、渡してさ、うん、なんか、あいいのにすみません、なんつって、うん、いや、お奥、奥へ申し上げます、みたいな。なって、で、なんか、お母さん、どこ行くんですかって言ったら、うん、あの、手芸屋に行くと。うんあの。商店街の。うん、うん。で、あの、じゃあ、社長が、うん、じゃあ,あの、 クレープ屋の手芸屋で食べようよ、つって,って <laughs> なんでだよ。なんでだよ。えってなって、うん、え、手芸屋でクレープ食べるんですかって言ったら、うん、いや、なんかテーブルでっかいのあるからさ、とか言って <laughs> あ<ー>あ。で、お母さんも、いや、そうよ、あそこで食べたらいいわ、みたいな感じ<ー>って。ちょっと地元すぎんな地元すぎるな、ちょっと。 なって、で、社長がさ、ちょっとおかん、うん、先行っててって言うわけ。うん、え、なんか修行行かないんですかって言ったら、ちょっともう一軒ちょっと行きたいとこるんだよ、うん、つって。そしたら商店街の、あの、小さななんかアートギャラリーみたいなのがあって、うんうん、なんか街のこの、アートを、こうなんか展示。地元の、みたいな。な地元の、うん。 なんかやってる人のなんか展示があるみたいな、古典やってるみたいな人もいいんだろうね、うん、で、そこに入ってって、うん、その、そこのなんか、あの、ギャラリーのおばさんに、うん、あの、ちょっとあの、コーヒー三つちょうだいっつって。<え>うん。なんかアートギャラリー、ちょっとなんかゆっくりするためにコーヒー一応100円で出してるみたいな。<ー>それなんか3つ買っててね。うん。これ、じゃあ,あの、これ持ってちょっと手芸がいうっつって。<笑><笑> ちょっと地元すぎんな。地元ね。旅行感がやっぱちょっとね、薄れるよね。そうだなんかね。ただの地方感。旅行感じゃないね。地方感だね。友達の実家。地方感。そう。うん。で、手芸屋にその後行ってさ。 で、奥のテーブルにさ、あの、お母さん、なんか、座ってて、うんうん、で、その、店のおじさんとおばあさん行ってさ、うん、そしたら、あの、社長が、なんかの、うん、あ,あ、原市の、あの、岩井くんとか言って、あ<ー>あーってなって、うん、あの、本当だって言って、あの、もう全然ゆっくりしてって、座って座って、なんて言われてさ、すいません、うん、ねなんつって、あの、いい店ですね、つって、うん、あの、で、さ、 テーブル座って、あの、クレープと、あの、コーヒーをなんか、ね、食べてね。そうで、シー入れたやつをね。で、この、店のおばさんがさ、ちょっとヒューガナツ。ああ。宮崎の。なるほヒュガナツって柑橘なのな。美味しいね。あの、オレンジみたいなやつ。うん。が、あの、この、原木が、ちょっと、あの、あって、友達の家に。うん。ヒュガナツ原木があんだって。うん。原木ってその、元の木。 一番最初の木と言われてる、なんか。え 原木があって、うん。で、そこのあの、取れた、うん。ヒューガナッツなんかいっぱいくれたから、ちょっと、ジュース飲む、なんつって、うん。いや、いいっすよ、気使わなくて、なんつって、いいから、とか言って、なんかジューサーを動くから、なんか持ってきてさ、ヒューガナッツなんか剥いてる、こういうジューサーになんか入れてって、うん。わ、いい店っすね、なんつって、ただでジュースくれんだから、こう、か、通っちゃおうかな、なんて言って、わはは、なんて言った俺、俺が言ったんですよ。ご機嫌でかあ、通っちゃおうかな、お母さん、なんて言って、うん。で、ヒューガナッツ、 のジュースをこうコップに入れてくれてもう本当これねあの全然違うからっつって原木だからうまいよけど違うのかな言われて本当ですかなんつってちょっといただきますねめちゃくちゃうまいじゃないですかわーいいお客さんいいじゃないですかめっちゃうまいこれやつって酸味もあってめちゃくちゃ甘いしみたいななってその間になんか俺もなんか飲み終わっちゃってなくなっちゃったらちょっともう一杯飲むなんつってああの、いいんすかっつってすごいなつってヒューガラツのジュース飲みたくな じゃあもうこの手芸きますねなんんってわいお客さるで、俺のなんかジュースも、もうなんか、思いっ杯い、こうね、あの、作ってたの。で、俺のね、また出そうとしたら、そのあの、手芸のおばさんが、テーブルに、バシャーって全部こぼして、うわーってなって、ちょっと、何やってんすか、わーわーわーなんつって、で、社長がこう、ティッシュバーって取って、で、不幸としたら、社長のジュースもバーってこぼれて、ちょっと何やってんだ、つって。 うん、テーブルね。二杯わばーってなって、うわ、ちょっともう、大変なことになっちゃってんじゃないですか。って、うんうん、いや、でも大丈夫か。服布のな、ね服布だったら、あの、これ手芸だからいっぱいありますもんね。なんつって。誰がやってるんですか僕、僕です。<laughs> いや、さんですかわー、なんつって。 みんなで、みんなで笑ってね。で、手芸屋の人たちその後ね、あの、写真撮ってね。ああ、撮って。ありがとうございました。もう最高でしたよ、なんつって。こんな食べられるとこも貸してくれて、つって。ジュースも出してくれて、つって。で、綺麗なお母さんもいてね、なんつって。わあっいです。言いですよ。全部ですね。ちょっとなんつってお母さんもね。じゃあありがとうございました、なんつって。また、つってね。お店出てね。で、出たぐらいでね。 ちっちゃ、ロケぐらい疲れたな気使って気使って。ロケぐらい疲れた。盛り上げて盛り上げて。ああ、やばいやばいやばい。これもうただの地方ロケだ。地方ロケだな。地方の商店街ロケじゃないでただの。ただの地方ロケだ。うん。うん。ロケより頑張ったかもしれんと思って。あんま言わないもん、そんなことだ。言わないよ。確かにね。うん。で、ね。あの、その夜ね。うん。で、その新都町で。 あの、社長の、あの、おじさんね。社長のおじさん。と、ね。前も飲んだんだけど、そのおじさんと。あと、そのおじさんの友達。たちと飲んでね。あの、居酒屋で。地元の居酒屋で。で、そしたらもう社長の、あの、同級生とかもなんか偶然来て。で、社長の同級生とかも、ばあっつってみんなで飲んでね。うただのもうロケ、ロケじゃロケの夜じゃねえか。ロケの夜だな確かにね。 何なんだよ、つって。で、もう二日目はもう宮崎らしいことしよう、つって。で、それで二日目でやっと温泉とかね。ああ、うん。旅行館出てきたね。うん。自撮りとか食ってね。ああ、旅行館。うん。で、もうその日はもう、だから飲んで温泉入って自撮り食って。ああ、いいね。で、また飲んで飯食いって。ああ、旅行だ。うん。ばっかやってね。いいね。で、もう酔っぱって寝たんですけれども。で、三日目帰る日。うん。 が、朝かなんか雨降っちゃってうわっつって、なんか神社行こうっつったんだけど、神社がこの海の近くだから、ちょっと雨降っててとけねえなってなって。で、もうじゃあちょっと、あそこ行くか、つって。で、車でなんか、あの、古墳ね。あの、最終日古墳ね。古墳ね。しかもでっかい古墳じゃないの。ちっちゃい古墳がいっぱいあるところ。ちっちゃい古墳がいっぱいあるところ、車で行ってね。車も降りずに。 掘りずにちょろっと見て。誰もいないのそうなんです。午前中のこ墳ね。ちっちゃい午前中の古ちっちゃい古墳はもう、しっかかんだから、その。で、その後、なんか定食屋みたいの行って、じゃあもう、そろそろ帰りますかみたいな。 で、社長がなんか、ま、ああの、お葬式があるから、なんか。ああ。だからあ、そのお父さんうそうそう。あるっつって。残るから、つって。あ、そうなのか。そうそうそう。で、もう帰れるかって言って、で、その、空港まで送ってくれてね。うん。うん。で、その、六日なんだけど、うの、その夜か。帰ってきていやいや、えっと、帰ろうとして、宮崎空港に行ったその、六日の夜。 東京がまた、大雪だったそうだよ。だからもう飛行機飛んでなくてさ、もう2時間半ぐらい遅れてて、うわうわつって、いや、これダメだな、つって。でも喫茶店入ろうって言って、で、さ、喫茶店入って、で、チャパティと、こう、喋ってたのね。うん。で、2時間ぐらいなんかチャパティと喋ってて、あれと思って、ちょっと気づいたのよ。 チャパティいたんだと思って。出てきてなかったな。途中東北にも。お前いたっけと思って。全く登場してこなかった。登場してなかった、全然。チャパティは。正月旅行で後輩と言ってたら、結構主役になるけどね、後輩。出てきてなかったな。それぐらいもチャパティが気配消しててね。あんなインド人なのに。目立ちそうなのに。チャパティいたんだねってなってね。途中で。 すれてたな。で、飛行機乗って帰りましたけど。ね途中、だから、ちょっと気匂わせまったよね、その、コーヒー見つかってるとことか。そう。幽霊のように、階段話のような存在感で。放送構造禁止みたいなね、ちょっと今、ちょっと匂わせるのが。俺、誰と今話してんだろうって、空港でなるんで。 TBS ラジオクラウドという音声配信サービスでアフタートークを配信しています TBS ラジオのホームページから見つけてください配信はこの後深夜3時くらいになりますいたんだねチャパティがねチャパティいました、ね、チャパティもそんなにおとなしいやつなんだおとなしいねそんな別にこう,うーワーワーしないホントになんか写真をずっと撮ってたね俺たはあーなるほどスタッフさんみたいな感じだからか <laughs> ロケについてるロケですね, <laughs> んかねだかね<う> 旅行じゃななかったあんまりジュースこぼすとかあんなもんね、旅行漏れする話じゃないからな、正月旅行で、地方ロケ話になった旅行の話聞いた感じはないな、旅行期楽しみにしてた人は、ちょっともう行き過ぎちゃってる宮崎に、馴染みすぎちゃうそういうことだね、3日でしたね。 ということで、す、え、べ、ー、ての宛先は、ht.tbs.so.jp、うん、ht.tbs.so.jp、すべて小文字で、ハライチの h とターンの t です。うん、TBS ラジオでお聞きの皆さんは、この後、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキでお楽しみください。ということで、今週はこの辺で、ハライスタビューと、岩井ゆきでした。また来週。また ジャンドガバーナあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでした <laughs> ちっけ <laughs>